私は高校生の時ちょうどこんな格好をしてですね一生懸命勉強しておりました本当にちゃんと勉強したんですよあのねだからセンター試験なんてのは全然できないけど勉強はしてたんですよでその時にやった成果の一つが国内旅行業務取扱い管理者という資格ですまあの昔はですね国内旅行取扱い主任者っていう言い方だったと思うんですが一応国家資格ということになってんですねでこれを持ってるとすごいのかというと実はですね当時、まあ、高校生でこれに合格したのは多分すごいというふうに、まあ、言われるというか多くの人がそう 言っていましたけどしかし、えー、鉄道マニアを極めたような人は結構これを持っているということがあります。まあ、鉄道だけじゃないんですけどね、えー、旅行マニアみたいなのは結構持っているような資格でもあります。まあ、ともかくうちのチャンネルではたまにはこういう動画でも出してみようと思いまして、皆さんにご説明をしております。えー、この国内旅行業務取扱い管理者という資格は、 えー、旅行会社の主任の、えー、人間として、えー、一つの旅行会社に一人は置かなければならないという決まりになっています正確にはなっていまして今はちょっと違うんですけれどまあとりあえず当時のことをそのままなるって説明しますねだから一つの旅行会社に一人はいなきゃいけない、えー、例えば大学にもですねうちの大学生協には、えー、なんていうのかなこう旅行カウンターみたいなのがあってみんなからこう生協パンフレットみたいなのこう私ね、えー、旅行行きたい人はこれ申し込んで団体ツアー旅行行ってみましょうみたいなそういうのもあるんですけどでもそういうところにも必ずこの資格を 持った人が1人がはは必ずず存在するはずでするでうちの生活同確かにいやもしかしたらもっといるかもしれないけどねでそういう重要な資格なんですが、まあ、ただ旅行会社をやる以外にはあまり効果がないとい自分で旅行会社を営業するという場合にはおそらく、まあ、なくてはならない資格になるのかなと思います。 でえ、どんなことを聞かれるのかというと、旅行業法えりょ旅行業法っていうのかなあの、旅行業に関する法律、例えば旅行業者は、えーまあ、観光庁長官に、えー、届け出をしなければならない。実はね、旅行会社って適当にやっちゃいけないですね。じゃあ今からあのうちは旅行会社やりますとか言って、それ旅行会社っていうわけにはいかず、えー、ちゃんと旅行会社という届け出をして、えー、観光庁の長官名義で交付される、えー、標識というもので、ですね、えー、国内旅行会社であれば、えー、確か白、海外も扱う場合は青の標識。 気をここにこうバーンと掲げてえ、旅行業務取扱い管理者、誰の誰ぞみたいなことをその顔書くというのがま必要になっているとか、そういう法律があるんですね。それを覚えること。それからえー、っと何て言ったかな旅行業約款というんですが、あのまあ、一般的な、えー、旅行会社の使用している標準旅行業約款みたいうのかなか。なえー。大体どこの旅行会社でも同じように、えー、用意しているんですが、要するに契約書です。 うん、こ,うこうなんかこうずらーっとね携帯電話の契約書でもそうですよなんかああいうのありますよねあれをこう全部読んで理解をするとでもちろん会社によって契約書というのは当然異なるんですが、まあ、ともかく大体標準を皆採用しておりまして、えー、JTB でも ビュープラザでも、日日本本旅行ででもも近畿日本ツーリストでもどこでもここでも基本的に変わりませんので、じゃあそういう基本的に変わらない大元の標準旅行業約款を見てみましょうと言って、標準旅行業約款を見て勉強するその内容。例えば、払い戻しじゃない、なんだけど、国内旅行のと払い戻しの場合は、日帰り旅行であれば、確か7日前までだったかなとか、あとは募集宿泊や モデル宿泊約款か宿泊の約款というのもあってホテルで泊まるときの標準的な契約ですねえっ、ー、とねそれによれば確か3日前までは、えー、ホテルはねあの泊まるだけのツアーであるならばと,というか泊まるだけであれば、えー、ホテルの取り消し料は、えー、3日前からかかるようになるんですね、えー、2日前からか3日前までは取り消し料は実はかからないんですよいつから予約していたとしてもで、えー、国内旅行の日帰り旅行の場合は確か7日前 えー、までは確か旅行、あのー、なんだっけ、手数料がかからないし、えー、宿泊旅行の場合は21日前を過ぎると、えー、だんだんこう 2, 2割とか3割とか4、5割とか、そういうふうに、あのー、支払った代金のこう返金があ,のー、こうあ支払った代金から手数料を払わなきゃいけないとか、そういう決まりがあるんですね。でそういうのを私も一応は勉強しました今ははっきり言ってあんま覚えてませんが、まあ、しかし、もう一回復習すればすぐに頭の中に呼び覚ませるだろうという自信はあります。それから、えー、もう一つは 国内観光地理旅行実務というふうにも呼ばれていますがまずは地理についてです、えー、例えば華厳の滝は日光の中にあるこれでうんぬんこうえっ、ー、とね違うなうんと問題としては、えー、例えば北海道にあり旭川からバスで、えー、50分ぐらいで行けるところで、えー、大雪山系銀河の滝流星の滝など大変有名な渓谷はどこですか、えー、1番 えー、天竜教、2番、総運教、3番、えー、なんとか興味の持つよな感じでね、えー、2番の、あのな、なんて言いましたっけ、えー、今忘れちゃった、えー、小仙教じゃなくて、あれ今、今言ったやつですよね、<laughs> なんだっけ、皆さんにはちゃんと聞こえたと思うんですけど、総運教か、総運教とかね、えー、そういうふうにして答えるらと、えー、得点がこう選択肢によってこう回答されてで,で、それでまあ6割の点を取ればいい。って、あ,あと、そうだ、忘れちゃいけないのは、 えー、JR の旅客営業規則、まあ、基本的な JR の運賃の計算のルールもまた、えー、できるようにならなければいけないということでして。 えー、例えば JR 東日本など本州3社の、えー、運賃はまず幹線の営業キロを見て、えー、地方交通線に入る場合には営業キロではなく運賃計算キロを見てもしくは犠牲キロなどをこう通算して、えー、三島会社 JR 北海道四国九州に直通する場合にはさら、えー、にそことの加算運賃をその区間の該当、えー、するキロ数を見て加算してとかそういうことをやって、えー、あとはじゃあ例えば東京から岡山までサンライズ出雲号で行き岡山から快、えー、速マリンライナーにの 乗って四国へ行って四国の特急に乗ると乗り継ぎ割引は果たして適用されるのかみたいなねこれはこの場合今の場合は乗り継ぎ割引が効かないんですけど東京からちなみに岡山まで新幹線えっとね新幹線と在来線の特急を乗り換えると基本的に乗り継ぎ割引というものが効くんですけど。 えーと特例で、えー、例えば東京から岡山まで新幹線で行って岡山から特急じゃない海賊のマリンライナーというやつに乗って四国に渡りそこから先四国の、えー、特急列車に乗るという場合新幹線と特急を乗り換えているわけではないんだけれど乗り継ぎ割引というものがその四国の特急に適用になってそれは特急料金の5割半額でかいですね、えー、と,いうという感じなんですよね、あのー、ちょっとまあ専門的な話もし過ぎたかもしれないけれどこういう試験ですでこれを取って意味があったのかというところまで話しておきたいと思いますが意味はははっきり言って あったかないかといえばうん今ありませんでしたって言おうと思ったけどありました私にはありました私はあの国内の観光地についてはかなり詳しい自信がありますなぜ詳しいのかというとえこの勉強をしたからですそれによって YouTube でえ視聴者の皆さんに観光地ここはこういうところでございまして、えー、例えばこの大箱と小箱こういったところはあの、まあ、さっきの総運橋の今案内をしてるんですけどごめんなさい、ね、総運橋がどんなとこも知らないくてね申し訳ないんだけど、まあ、説明をすると、えー、まず冬になりますとこの銀河流星の滝というこの滝が氷、えー、これは有名な ととなり総雲氷爆祭り総祭は3月の上旬に行われますとか、ねえー、銀河、えーしかえーと、大箱、小箱という2箇所の名所があって、えー、大箱は今でもこんな感じ、ちょっと広くなって大きな岩などがある、ごつごつした荒々しい渓谷の眺めでして、えー、小箱のあたりは今は、えー、崖崩れによって行くことができなくなっておりますが、えー、大箱トンネルを通れば、大箱から銀河の滝まではおよそ2キロの距離ですが、まあまあ、そういう感じの話をするわけです。こういうのができるのは、私がこれを勉強して、しかもその勉強した 知識を元にししてあああののここれがあの勉強したところかという感じで結構こう日本はあちこち見て回りましたんで、ほっほう、なるほどと。それで頭の中にこう知識が入ってきてる。だから今でもね、あのスーツ B チャンネル、そんなにまだ伸びてませんけど、まあ、今後伸びると思いますよで。そういうふうにできるのは、あのもうひとえに、ー、その知識の結果だと思っています。実際最長往復切符もね、かなり多くの方が見てくださいました。本当にありがとうございました。えー、それから、まあ、あとはね、まあ、そういうのはできるんだけど、でも、 本来のその資格の役割ではないわけですよね。資格をきっかけにして勉強することができて、その知識は私の中で役に立ってますが、その資格が直接役に立ってるかというと、残念ながら役に立ちません。しかもさっきちょっと言ったことですけど、あの旅行会社は、 もともと1つの旅行会社1つの営業所に1人旅行業務取扱い管理者というものを置かなければいけなかったんですが最近法律が変わりまして、えー、なんかこう半径何キロだかそういう定めだったと思うんですけどこれぐらいのエリアに1人いればいいということになったんですねだからもはやあの旅行業務取扱い管理者の価値というのは下がり気味である自分で旅行会社をやる場合にはやはり必要ですよでもそうでなければねちょっとやっぱりあのどうなのっていう感じなんですが結構持ってる人はそれでも多いですなぜ多いのかというとやっぱりそういうことはね趣味的に も面白いですからでうちのチャンネルに出てくる人だと安西さんと庭師の Y さんと綿引さんが持ってるはず確かあの3人は、えー、旅行業も取り扱い管理者の資格を持ってます他にも持ってる人はいるかもしれないけどねうんそうだな私のチャンネルでちょっとだけ登場した友達も持ってたしな、まあ、そんな感じですよで高校生の、えー、っとね合格率はなんか 2割だか1割だなんかそんぐらいらしい結構低いらしいんですけど、まあ、まあまあ私は私は高校1年の時一発で受かったんですよーってこう自慢をしときながらまあでもやっぱりそれはねあちこちあの実体験したからだと思ってますよ高校1年の夏にあちこち日本中見て回りまして勉強しながらね あの駅の,あの観光案内とか見るんですよそうするとここに例えば龍河道とか言ってあ龍河道というのはこの土佐山田のここにあるのかとかねそういうのはねあの見てあのまあ、行きませんでしたけどやっぱそういう勉強になりますよねとてもねあれはいい勉強あのだからちょっと話からずれますけどやっぱ実地見聞っていうのはねあの勉強になりますお金かかるけど旅行するということだけでえいろんなことが頭の中に入るものだとえ歴史の勉強にもなるしねこれは本当に思いますね、えー、それからあとはちょっと話違うけどうんと あとじゃあもう1個あってね総合旅行業務取扱い管理者ってのもあるんですよあのそれは、まあ、今の言い方なんですが昔は一般と言いましたけれど旅行業というのは国内だけではないか、まあ、国内はいわゆるあのオートマ限定みたいなやつで、ね、限定免許なんですよね免許っていうか限定の資格なんですよこれなんかこう,こうなってる気になるんですけどあの海外に旅行するという場合にはまたちょっと特殊なねあれが必要知識が必要になります例えば、えー、と飛行機の乗り方その運賃の見方であったりとか まあそれから海外ののまた地理の知識も必要ですよね。えー、それからまあ海外向けのまた旅行業約款というものもあります。でそういうものをいろいろと勉強するために、えー、旅行業約款の勉強とそれから海外旅行実務といって、えー、例えばタイのプーケットはここにこうあって寒い島がどうこうでとかね えー、フランスの中心、パリにあります、えー、モ,ンモンマルトルだっけモンマルトルの丘では、芸術家がペンを持って、えー、絵を描いていますとかね、えー、そういうのやっぱ勉強するわけです。で、私は、えー、総合旅行業務取扱い管理者を高校2年の時に受験しましたが、えー、120点合格のところで118点を取りまして、えー、不合格になりました。大変悲しいことでそれ以外、それ以上受けてません。今受けても受かるかどうかというとかなり微妙なところだし、もう一度あれを勉強する気にはなれません。だって使わないからです。でも あのー、海外に自分で旅行に行ったことによって今回また随分知識が増えたなとは思っています自分でガイドブックとか眺めてねここ行こうかなでもここはこういう長所がある今ここは行けないからまあいいわこういみたいなねそういう経験をするだけでも結構勉強なんですねでただ実際にはやっぱり役に立っていないもしくは役に立たないだろうと思って取らないというのが正直なところなのですが旅行業務取扱い管理者という資格はですね結構 あのそのそでは知られていますます、あ、大体こんな感じかな、えー、紹介すべきことは概ね紹介できたような気がしますねうんえー、っとねあとねなんか自分で団体ツアーみたいなのこう企画する時に何か必要になることがあるらしいって聞いたんですけどそれは分かりませんがなんか持ってる役に立った人もいなくはないらしいですねあの自分で貸し切り列車とか運行する時にそう本当なのかなと思いますけどまあ概ねこんなところでいいかと思いますけど一応ね10分以上は喋りたいんですが喋りましたんで、えー、国内旅行業務取扱管理者、えー、それから えなんだ総合旅行業務取り扱監視あと他に私もよくわかんないですけどあの旅程管理主任者ってのがありましてツアーコンダクターというやつで,でそういう仕事もありますでそれはあのまたあの旗を持って案内するというやつですけどんああいうのもですねあのぜひ皆さんもあのなんか勉強するんだったら、まあ、やってみると何か勉強になるかもしれないでも私はあの人々の旅程管理できるようなしっかりした性格ではありませんので,でそういう勉強は全くしませんでしたじゃこんなところですありがとうございました